職員。どうも、ロボチューバーのアンペロボルタです。突然ですが皆さん、SF アニメや映画は好きですか？僕は特に攻殻機動隊シリーズが大好きで、よく見返してます。名作ですよね。立ちコマと話したいんですよね。まあ立ちコマは無理でも、ロボと話してみたいんですよ。でも街中で話せるロボを見かけたことはないし、今後もなかなか普及しないんだろうな。じゃあ作るしかないじゃん。というわけで、今度は会話できるロボを作りたいと思います。で、ロボを作って動かすところまで動画にしようとするとかなり時間がかかりそうだったので、今回の動画は会話できるロボの作り方と、ロボを設定するところまで話すことにしようと思います。まずは作り方。準備するものは、マイク、ロボ、ラズパイ、ボイスボックスを入れた PC です。動作は、まずマイクに向かって話すとラズパイが言葉を検出。好きな歌を教えて。API を使って検出した言葉をチャット GPT に送ります。チャット GPT から文章が返ってきたら、その文章を PC に送って、ボイスボックスで音声を合成。その音声をラズパイに送って、それを再生しながらラズパイでロボを動かす。手のひらを太陽に、かな？という感じです。なので今回使うラズベリーパイは2個ではなく、ディクテーション機能を組み込めるラズパイ4を使います。作り方はこんな感じで、次はロボの設定。基本的には僕のボディと同じですが、今回はちょっと小さめに作ってみようかなと。あと顔に色を入れてみたのと、目の形も変えています。こんな感じで、真ん中にメイン、周りに6箇所のフルカラー LED を配置して、周りの LED は文章や音声の生成中に点滅するようにしようと思います。フルカラーにするのは、そのうち感情とかも表現できたらいいなと思ったからです。で、音声も本体から出るようにしたいので、お腹のところにスピーカーを組み込めるようにしました。文字通り腹から声が出ます。ちなみに、おお、話せ。このお腹のパーツは僕のボディにもあるんですが、これは見た目のためと、モーター制御用の配線を通したりしています。今回も同じように、スピーカーだけでなく配線も通せるようにしようと思います。お腹はこんな感じで、そろそろ話してくれない？あとはカバンの固定方法ですが、前回の動画で磁石同士より片方を敵にした方がくっつきやすいとアドバイスをいただいたので、ホームセンターをうろついて、良さげな鉄パーツを見つけました。ので、これをボディ側に取り付けられるようにしました。ロボの設定はこんな感じです。次の動画で実際に会話できるロボを作りたいと思いますので、次回の動画もぜひご視聴ください。ということで、今回の動画は以上。ご視聴、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。